こちらアメリカのキーンランド競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはシャワーハーモニー。綺麗なスタートを切りました。河内サタデー前に行きそうです。シャワーハーモニー、それに続いています。さらにはビューティーダッシュ、10番サマーナチュラル、その後ろアラビアサンダース。どうやら後方からの競馬、この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。前に戻りましょう。シャワーハーモニー先手を取りました。青の帽子ビューティーダッシュ、その後ろ河内サタデー、後位をキープ。並んで3番フィージー、すぐ後ろにテスシーナ、その外からサマーナチュラル。並んで8番ウィンドジョイ、プレミアムウェット、この馬もこのグループ。すぐ隣にサクセスリュー、その横にアクティブテール、すぐ後ろにマックスジーン、アラビアサンダース、すぐ後ろ。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。この辺りで先頭が変わりました。ビューティーダッシュ、シャワーハーモニー先頭に襲いかかってきました。3番手にカワチサタデー、絶好の手応え。カワチサタデーいい位置です。先頭を捉えにかかります。ビューティーダッシュ先頭、差はほとんどありません。2番手はビューティーダッシュ、ビューティーダッシュ、さあ手応えはどうか。あと 200m、 先頭は河内サタデー。河内サタデー先頭、メモリーズオブシルバー迫る、やはり強い。河内サタデー、河内サタデー、河内サタデー、1着2着は微妙です。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。河内サタデー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭変わりました。先頭はリッチシーカー、後続馬も足を伸ばしてきました。2番手はスウェイン、先頭を捉えるか。あと 200m、 先頭はスウェイン、残り 100m、 スウェイン先頭、ユーソバージュ追いすがります。スウェイン先頭だ、スウェイン、スウェイン1着、2着にはどうやらユーソバージュ、勝ったのはスウェイン、見事な勝利です。こちら香港のシャティン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。オールドコンバット、これはいいスタートを切りました。アルーリングデューク、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してオールドコンバット、花に立ちます。その後ろからはアーバンジョーブ、この馬も上がっていく構えです。さらにはオイスターロード、13番河内大王、その後ろ。もう一度先頭から、先手を取ったのはオールドコンバット、その外からアルーリングデューク、オイスターロード、それに続いています。並んで9番ジャスミンムイッシュ、内からはプリマキルデア、その外からアーバンジョーブ、その後ろにレガシーエイト、河内大王、後ろからその隣にサッカーウイング、その横にウィナーズアンデス、その外にシャープ QT、 その隣にシーサンダース、その横にシーズメドウ、最高峰にパレスマスク。 1000m を通過しました。少々ハイペースというところですが、先行馬への影響はどうでしょう。先頭から最高峰までおよそ8馬身、各馬一塊です。もう一度先頭から、先手を取ったのはアルーリングデューク。さあ先頭は依然として10番アルーリングデューク、オイスターロード、ほとんど差がありません。3番手に河内大王、絶好の手応え。さあ河内大王逃げ切れるか。ここで先頭は河内大王、河内大王先頭、2番手はジャスミンウィッシュ、懸命に追いすがります。
やはり河内大王先頭だ。残り 200m、 河内大王先頭だ。リードは1馬身。後続の足色はどうか。2番手はパレスマスク、やはり強い。河内大王、河内大王ゴールイン。河内大王1着、2着にはどうやらパレスマスク。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。河内大王、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちら香港のシャティン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。メインイーストダッシュがつきません。さあ花を奪うのはどの馬でしょうか。アロハジェット前に行きそうです。アフターエミネンス、それに続いています。さらには競泳マーチ、5番ストロングプレス、その後ろダホス、後ろからになりそうです。前に戻りましょう。アロハジェット先手を取りました。並んで5番ストロングプレス、競泳マーチ、後位をキープ。シングルキャスト、すぐ後ろ、その外にサンダーキャロル、オレンジの帽子、アフターエミネンス、その後ろ、内からはトゥルーアンバー、並んで9番トラストカントリー、シェイクザヨーク、この馬もこのグループ、すぐ隣にアルーリンググルーブ。少々スローペース、後方の馬は届くでしょうか。さあ先頭はストロングプレス、ラストスコープ、ほとんど差がありません。トラストカントリー3番手。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ストロングプレス先頭、2馬身から3馬身のリード。2番手は競泳マーチ、手応えは悪くありません。前を捉えられるか。あと 200m、 先頭は競泳マーチ、ストロングプレス頑張れるか。競泳マーチ粘る、一気にダホス、競泳マーチ、競泳マーチ1着、2着にはどうやらダホス。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。競泳マーチ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。先頭変わってウィナーズバラッド、ウィナーズバラッド先頭。2番手は織姫ブーケ、エリモシック抜けた、エリモシックもう一伸び、エリモシック、エリモシック1着、2着にはどうやら織姫ブーケ、1番人気に応えました。エリモシック見事です。Thank you.
4コーナーカーブから直線コースに向きました。ここで先頭はノーブルコース、ノーブルコース、先頭2番手はノーブルコース、ノーブルコース。さあ果たしてこの足色はどうか。残り 200m、 A 大クイーン伸びてきた、一気に捉えるか。ノーブルキルデア、織姫ヨド富士抜けた、メインチャーマー迫る、織姫ヨド富士先頭だ、織姫ヨド富士、織姫ヨド富士1着、2着にはどうやらメインチャーマー、織姫ヨド富士見事トライアルを勝利。本番に向けて夢が広がります。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。最後の追い比べ、先頭はビッグサンデー、ビッグサンデー先頭、残り 200m、 ビッグサンデー先頭だ、リードは1馬身、後続の足色はどうか。一気に筑波シンフォニー、石野サンデー、石野サンデー1着、2着にはどうやら筑波シンフォニー見事に勝ちました。石野サンデー、筑波シンフォニーわずかの差で勝利を逃しました。